にはゆっくり、ショッピングも悪くないな。ごめん、ちょっといい？あなた、定期船に乗ってるクイントさんよね。え？ああ、そうだけど、何かご用かい？うん、聞きたいことがあるんだ。へえ、迷い猫を探してるのか。この霧深い夜に大変だね。でも残念なことに俺はそんなもん見ちゃいないよ。え？見てないの？おう、空の女神に誓って猫なんて見ていないね。ただそんな話を人づてに聞いただけさ。ドイツから聞いたんだ。同じ船に乗ってるゾシモフだよ。確か発着場で作業してる時に見たって話だったと思う。詳しくは本人に聞いてくれよ。まだ発着場で仕事してる。発着場の方法すぐ近くじゃない？愚痴りより先にほら発着と。では行くとす。
ふう、安らぎますね。はあ、まったく。おや、どうかしました？探したわよ、ゾシモフさん。こんなとこに隠れて一体何やってんのよ。見てお分かりの通り、森林浴ってやつですよ。いや、船に乗ってると緑が恋しくなるもんでしてね。こうして時々木々に囲まれてひとときを過ごすわけなんですよ。変な習慣ね。まあ何はともあれ見つかってよかったわ。ほら、さっさと用事を済まし、おっと、実はゾシモフさんに少し聞きたいことが。ほう、何でしょう。へえ、猫を探してるんですか。クイントさんに聞いたけど、あなた猫を目撃したそうね。ええ、確かに見ましたよ。今日のお昼頃、戦争で荷下ろしをしている最中にね。にゃーにゃー騒いでてひどくうるさかったですよ。戦争って、猫は船の中にいたの？戦争って言えば普通は船の中でしょ。ドンパチを連想する方もまあ中にはいるでしょうが。なるほど、船の中か。道理で見つからねえわけだぜ。まったくだな。でもこうなれば後の話は早いわ。早速許可をもらって船。うん、それで決まりよ。じゃあゾシモフさん、いろいろとありがとね。はあ、それはいいですけど。どうしたもんでしょうね。ん？どうしたの？何か言いたそうね。ええ、話を蒸し返すようで心苦しいんですけどね。皆さんが探しているのは小麦色の猫ですよね。うん、そうだけど。って、まさか。あ、わかっちゃいました。ええ、そうなんですよ。実は私が見た猫、小麦色じゃなく真っ黒だったんです。おい、おさん、それを先に言え。すみませんね、なかなか言い出せなくって。でも船の中に猫がいるのは間違いないわけですから、一応調べてみたらどうです？まあ確かに、まだアリルがいないと決まったわけじゃないわね。ええ、そうね。他に手がかりもないし、ここは気を取り直して調べに行ってみるとしますか。そうだな、行ってみるか。よう、猫は見つかったかい？うん、実はそのことでちょっとお願い。へえ、なんだい？ええ、定期船の中を調べさせてほしいのよ。それってつまりこのセシリア号の中に入れろってことかい？まあそういうことね。なるほどな、話はわからんでもないが、けどさすがに俺の一存じゃ許可できないぜ。悪いが諦めてくれ。あっさり断ってくれるわね。あっさりも何も、無理なもんは無理だからな。粘っても無駄だから、さっさと帰った方がいいぜ。はあ、ですって。やれやれ、もう何そんなお堅いこと言ってんのよ。
早速出やがったな。いい？よく考えてみなさい。もし猫が船内にいたら、あなたたちも困るのよ。座席に粗相でもされたらどうするつもりなのかしら。それは確かに。でもだからって勝手に許可出すわけには。大丈夫、迷惑はかけないわ。ちょっとだけ中に入れればいいのよ。だからお願いね。知らねえ、当たってるってば。たくよくやるぜ。ここまで来ると色仕掛けも立派な芸だな。どう、分かってくれた？しょうがないな。じゃあ本当にちょっとの間だけだよ。あとこのことは絶対に他言無用だぜ。了解よ。よし、準備は完了だ。それじゃ大急ぎで頼むぜ。消えている上に今晩は月明かりもないからな。しかし誰もいない座席の列ってのは気味が悪いぜ。話し声が聞こえてきそうな感じ。ちょっと不気味ね。なんか化けて出そうな空気だわ。あら、あんた未だにこの手の話が苦手なの？ああ、もうその話はいいってば。ほら、とにかく猫を見つけてこっからおさらばするわよ。そうだな、では行くとするか。鳴き声がしたな。見つけたわよ、アリル。もう相変わらずね。話で聞いた通りの小麦色の毛色か。この猫で間違いないわね。どうやらそうみてえだな。やれやれ、ようやく見つかったか。まったく、あんたのせいで随分歩かされちゃったわ。こんなとこに隠れて一体何してたの？ゲゲ！こ
いつは驚いたな。かわいい。まだ生まれたばかりみたいね。それじゃあここで産んだってこと？ああ、そのために忍び込んだのかもしれんぞ。安全なところを探すためとはいえ、やれやれ、母は強しだな。はあ、だからって船に乗ることはないのに。まあいいわ、今は報告に戻らないと。ええ、そうしましょう。さぞかしおばさんも驚くことでしょうね。もうおばさんびっくりよ。うちのアリルちゃんがママになって戻ってくるなんて。びっくりしたのは私たちの方だってば。まさかこんなことになってるとは思わないもの。とりあえず母子ともに健康なのは間違いないわ。これからも大切に育てていってあげてね。それはもちろんよ、大切な家族ですもの。でもでもこれからは大変ね。子猫ちゃんたちの名前を考えるだけで一仕事だわ。ああ、いい名前をつけてやってくれ。ええ、任せておいて。ああ、でも皆さん帰るのはちょっと待って。まだその流れに持っていくのは早くってよ。まだ何かご用？ブレイサーさんに助けてもらうのは2度目だから。はい、これをあげちゃう。おばさんが礼拝の時に愛用している道具なの。とっても気分が。へえ、そう、うん、ありがとう。それじゃあ皆さんも。一つ仕事が片付いたわね。すぐに本来の仕事に戻るわよ。例の昏睡事件の調査だな。早速再開するとしようぜ。うん。お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいね。何か依頼を達成したらまた報告に来てちょうだい。エステル、それにシェラザードさん。こんばんは、ミレーヌおばさん。市長さんから話は聞いてる？ええ、今回の事件の調査をしてくださるそうね。私でよかったら何でも聞いてちょうだい。助かります。それではまずリタさんの容態はどうですか？ええ、全く目を覚まさないわ。このまま朝になったら自然に目を覚ますといいのだけど、今は様子を見るしかないわね。そっか。リタさんが倒れたのはいつ、どのような状況ですか？あれは
夕方の5時前だったかしら。私が下の台所から出ると玄関でリタさんが倒れていてね、慌てて書斎にいた主人を呼んでベッドまで運んでもらったのよ。でも他にも同じようなことになった人たちがいたなんてね。玄関で倒れていた。その時鍵はかかってたの？確かかかっていなかったはずよ。霧の対策を相談するために主人を訪ねる人も多かったから。うん。おばさんが仕込みをしてたのはどのくらいの間だったの？そうね、30分くらいだったかしら。なるほど、大体事情は分かりました。最後に一つだけ、リタさんが倒れる前後変わったことはありませんでしたか？変わったこと？見知らぬ人が訪ねてきたとか、変な物音を聞いたとか、思いつくなら何でも結構です。そうね、変わったことというよりも印象的なことがあったけど、台所で仕込みをしているとき、かすかに鈴の音が聞こえたのよ。ここでも鈴の音。とっても綺麗な音色で、リタさんが鳴らしたのかと思ったのだけど、そういえば見当たらないわね。どこにやっちゃったのかしら。いろいろ参考になりました。また何かあったらギルドに連絡をくだ。ええ、わかったわ。あなたたちもくれぐれも気をつけるのよ。うん、わかった。ありがとね、ミレーヌおばさん。霧の深い夜に聞き込みも終わ。あら、何か依頼を達成したら。クラウス市長の依頼で昏睡事件の調査を始めたそうね。どう？聞き込みの様子は。あ、うん、昏睡した人の家族から一通り話は聞いてきたけど。わかったわ。それではみんなを呼んで一旦情報を整理しましょう。なるほど、いろいろ調べてきてくれたわね。特に昏睡した人たちの関係者の証言は興味深いわ。とりあえず全ての証言において完全に一致している箇所がありそうね。あ、それって。鈴の音ね。確かに気になるけど、トルタさんとルック君の件では鈴の音の話は出てこなかったわ。
そっか。4人の件に共通すること、それは昏睡した瞬間を目撃した人がいないということよ。あなるほどな。まるで狙ったかのようなタイミングで眠ったわけか。その意味ではこの霧も一役買っているみたいですね。これだけ視界が狭いと目霧の中から人知れず現れて犠牲者の魂を食らう悪魔、そんな怪しくも美しいイメージが浮かんでくるね。ゾッとしないわね。そうなってくるとその悪魔を特定するのに有効な証言がありそうね。ええ、鈴の音と黒衣の女ね、どちらも昏睡事件に関わりがあると見ていいわ。鈴はともかく、黒衣の女の人を見たのって確かエリッサだけよね。偶然って可能性はないかな。いえ、それはないわ。その女性が現れた場所で何があったのかを考えるとね。あ、ラオさんが倒れたのは自宅の玄関の外側だわ。そして黒衣の女性が出てきたのは時計台から。そこでパット君がルック君を見つけたのよね。確かに偶然である。それじゃあやっぱりその黒衣の女。ああ、間違いあるまい。どうやらまた新たな執行者が現れたようだ。ちやはりか。原因不明の霧と昏睡が今回の、そして鈴の音がメッセージなんですね。これでようやく敵の姿が見えてきたわ。私はこれから各地の支部と王国軍に連絡するけ、みんなはどうする？そうね、このままだとまたいつ他の市民が狙われるとも限らないわ。夜通しでパトロールはすべきね。うん、私も賛成。交代でやれば少しは休めるはずだし。ああ、その必要はないぞ。え？夜間のパトロールは俺たち野郎どもに任せとけ。お前らはまとめて家でゆっくり休んどけや。でもそうね、エステルも今日は疲れたでしょ。姫様とティータちゃんを家まで案内してあげなさい。あ、うん、わかった。あのな、シラザード、何を人ごとみたいに言ってる。パトロールは野郎どもに任せとけって言っただろうが。え？お前さんとエステルには調査で頑張ってもらったからな。代わりと言っちゃなんだが、今夜はゆっくり休んでくれや。ちょっと待って、ランク B の遊撃士にそんな気遣いは無用だわ。シェラ君、ここは従っておきたまえ。平気な顔をしているが、疲れは完全に隠せていないよ。必要な時に休息を取るのも遊撃士の仕事じゃないのかな。そうね。知らねえ。ジンさん、アガット、夜間のパトロールよろしくお願いするわ。ああ、任せとけ。
その代わり明日は朝からきっちり働いてもらうぜ。今夜はもう遅いからすぐに休んだ方が良さそうだね。それではエステル君、家まで案内。で、どうしてあんたが来るわけ？そう警戒することはないさ。このオリビエ、たとえハーレム状態であっても節度は守る紳士だからね。島ですよ。まったく、このまま素巻きにしてやろうかしら。ほら、スチャラカ演奏か。こんなところで何をしやがる。とっととパトロールの順番を決めちまうぞ。え？アガット君たら、お茶目さん。パトロールは君とジンさんの二人でやるっていう話だろ。そんなことは一言も言ってねえ。俺たち野郎どもに任せとけって言っただけだ。え？ほら、とっとと来やがれ。あ、アガット君、ちょっと待ってくれないか。こんなハーレム状態なんてめったにあることじゃないんだよ。君の分まで楽しんでくるから、どうか見逃して。ああ、とっとと始めるぞ。オリビエ・ナラシにはああいうのが一番みたいね。しかし、ほんと緊張感のないやつ。本気なのか冗談なのか、いまいち分かりにくい人ですよね。 100% 本気だと思うけど、とりあえずティータの教育に良くない存在であるのは確かね。そんなこと言ったらオリビエさんがかわいそうだよ。知らねえ？ううん、なんでもないわ。オリビエの言葉じゃないけど、今夜は早めに休みましょう。うん、そうだね。ティータ、クローゼ、案内するからついてきて。うん、
無性にほっぺをつつきたくなるわね。おっと、いかんいかん。シェラネーかクローゼのどちらかと思うんだけど、一応戸締まりも確かめよう。相変わらずすごい霧ね。さてと、一階を確認しよっと。知らねえ。音がしたからちょっと目が覚めちゃって、シェラネーだったわけね。そうだけど気配を感じて起きるなんて声優劇師らしくなったじゃない。ちょっと緊張してるのかも。なんかいろいろあって頭が混乱しちゃってるし。そっか。何か見えそう？そうね、逆位置の皇帝、慈悲、共感、信用、障害、未熟さ、そして敵に対する困惑。なんか思わせぶりなカードね。敵に対する困惑ってのはちょっと納得できないけど。今のはエステルを占ったわけじゃないわ。え？あんたの方にも思い当たる節があるみたいね。例の記者さんの一件？あ、せかしてるわけじゃないわ。ただ気持ちの整理がついたら話してみるのもいいかもね。
私の妹分。そして姉貴分っていうのはこういう時のために使うものよ。知らねえ。これ見てくれる？写真？なるほどね。こりゃあんたがへこんじゃうわけだわ。うん。さしずめ隠密活動のための隠れ蓑といったところかしら。なるほど。遊撃士の身では使えない方法かもしれないわね。うん、狙いは何なのかしら。知らねえ。驚かないの？正直もっとハードなことをしてるんじゃないかと思ったわ。でも空賊艇の奪還事件って兵士が気絶しただけみたいだし。吉原らしい手際の良さだと思うわよ。まあね。ただ写真を撮られたのはちょっと迂闊だったわね。実力みたいだし。なるほど。あのメガネの子か。ねえ、知らねえ。この写真ってギルドに渡すべきだと思う？前提として遊撃士に課せられる義務はただ一つ。不当に傷つけられている民間人を助けるってことだけよ。ヨシュアが空賊とつるんで民間人を傷つけたりすると思う？そんなことヨシュアがするわけないってば。だったらわざわざ報告する義務はないってこと。私もわざわざ報告するつもりはないしね。結局あんたがヨシュアを信じていればそれでいいわよ。それとも信じられない？信じてるけど、でも私の知らないところで冷たい瞳で無茶をして自分のことなんてどうでもいいって考えてるみたいに見えちゃって、いっそ父さんに相談して何とか保護してもらうべきかなって。エステル、でもだったら私は何のためにここまで来たわけ？ヨシアを私自身の手で連れ戻すためじゃなかったの？そこまで考えたらなんか頭が混乱しちゃって。そっか。でもね、エステル、焦らないでも答えは見つかると思うわよ。え？今のあんたは自分の気持ちがちゃんと把握できていると思う。ただ何をしたいのかそれを見失ってしまっただけ。焦らないでも
自分の中からきっと答えが出てくるはずよ。知らねえ。船を降りた直後と比べると随分落ち着いたみたいだし、少なくとも今やるべきことはちゃんと見えてるみたいじゃない？ルックやエリッサのお母さんが倒れちゃったことを知ったとき、へこんでなんかいられないって逆にやる気が出てきちゃってね。そしたらモヤモヤした気持ちも小さくなっていっちゃって、私やっぱ単純なのかな。そんなことないわよ。ただあんたはどうやら動いていた方がいいみたいね。前に前に進んでいくことで答えを見つけるタイプだと思う。イノシシみたいであんまり嬉しくないんだけど。でもありがとうシェラネ、なんとなく答えが見えてきた気がする。大したことはしてないわ。それにしてもヨシュアもなかなかやるじゃない。まさかあの空賊娘とよろしくやってるなんてね。そっちに来たか。まだそういう関係だって決まったわけじゃないってば。あら、そう？確かちょっと気が強くてボーイッシュな子だったわね。それでいてどことなく品の良さも感じさせるし。なかなかいい線いってるかも。シェラネ、親父。一緒に危機を乗り越えるうちに愛が芽生えちゃったりして。あ、でもエステル、心配することないんだからね。たとえヨシュアを取られても奪い返してやればいいんだから。今度こそ知らねえには金輪際相談しない。うそうそ、冗談だってば。ま、ヨシアについて悩むのはその手の話にした方がいいかもね。その方が年頃の女の子らしいわよ。それはそれで結構複雑なんですけど、そうでなくてもクローゼのことだってあるし。え？なんでもない。なんか変に落ち着いたから私そろそろ寝直すけど、知らねえはまだ起きてるの？ううん、私ももう寝るわ。せっかくアガットたちが気を使ってくれたしね。そういえば、何？シェラネーの方こそ何か悩みでもあったりする？そうね、あるにはあるわ。でも 2,3 日中にはみんなにも話せると思う。そっか。だったら私余計な心配はしないから。でも無茶だけはしないでよ。心配無用よ。手のかかる妹分の面倒も見なくちゃならないしね。もうまあいいわ。おやすみなさいシェラネ。おやすみエステル。位置の皇帝、慈悲、共感、信用、障害、未熟さ、そして敵に対する困惑。何をしたいのか見失っているだけか。誰の
うわ、昨日よりもすごくない？ええ、確実に濃くなってますね。アガットさんたち、大丈夫だったのかな？確かに。パトロールだけとはいえ、ちょっと心配かも。とりあえずギルドに行きましょう。昨夜のことも含めて、いろいろ話が聞けるだろうし。うん、そう。街とは逆を寄り道してないで。はい。おはよう。おはようございます。あら、おはよう。ああ、来やがったか。夕べは眠れたかい？しっかり取れたわ。二人ともありがとう。夜のパトロール大変だったでしょ？あのお疲れ様でした。なに、交代しながら仮眠は取ったから大丈夫だ。約一名、今もホテルで爆睡してるやつがいるけどな。オリビエさんですか？へえ、オリビエも一応パトロールに参加したんだ。まあな、ぶつくさ文句は言ってたが、やることはちゃんとやってたぞ。後で礼を言っておかなくちゃね。それで状況はどうなっているの？パトロールの甲斐あってか、新たに昏睡した人は出ていないわ。ただし昨日昏睡した人は今朝も目を覚ましていない状況よ。そっか、心配だね。霧の方はどうなの？昨日と比べると深くなってる気がするけど。ええ、濃度が上がったみたいね。それと合わせて発生範囲も広がったみたい。丸ヶ山道に至ってはほぼ全域が霧に閉ざされたわ。そうなんだ。
いよいよ大変な事態になってきましたね。悪いニュースばかりじゃないわ。うちからの報告を受けて軍が部隊の派遣を決定したの。ロレント市を警備するためにね。本当？ええ、すでにベルテ橋方面からニコ小隊がこちらに向かっているわ。それは心強いわね。町を軍に任せられるなら私たちも自由に動けるし。なあ、早く結社の連中を探してぶちのめしてやらないとな。ロレント近郊に潜伏しているんだろうが、今のところ見当もつかんな。ロレント地方は狭いけど、それでも隅々までは調べられないし。何か具体的にできることってないのかしら。それなんだけど、まずは民間人の避難を手伝ってくれないかしら。民間人の避難？昏睡事件は霧の発生範囲で起こされている可能性が高いわ。そして今朝、その発生範囲はさらに広がってしまった。パーゼル農園や丸賀鉱山が覆われてしまうくらいにね。あ、なるほど。農園の一家と工員さんの安全を確保するというわけね。ええ、これはギルドに課せられた義務でもあるわ。敵の居場所を探す前に引き受けてもらえないかしら。仕方ねえ、どうやらそっちが優先だな。鉱山と農園というのは離れた場所にあるようだな。だったらこのまま二手に分かれた方がいいかもしれん。ええ、その方が効率的ね。だったら私たちが農園じゃダメ。友達の家族がやってるし。ほう、そうなのか。それなら俺たちが鉱山の方に行ってくるか。ああ、決まりだな。オリビエのやつを起こしてとっとと出発するとしようぜ。呼んだかい？おう、起きたか。なんで竜とわざわざ鳴らすんだか。今朝もあいにくの天気だからね。せめて僕の華麗な演奏で雰囲気を明るくしてあげたい。そんな素敵で心にくい演出だと思ってくれたまえ。だが、朝からテンションの高いやつだな。でもオリビエってばちゃんと見回りしたみたいね。ちょっと見直しちゃったわ。そうね。紳士として当然の義務だよ。本当はパトロールがてらエステル君の家にお邪魔しようと思ったんだがね、思った以上に視界が悪くて泣く泣く諦めてしまったのさ。まったく、もう見直したと思ったら。さてと、オリビエさんにも手短に事情を説明するわね。はあ、いかにも遊撃士協会らしい仕事だね。いいだろう、僕も手伝おうじゃないか。それでは君たち、農園に案内してくれたまえ。だからお前は俺たちと一緒だっつーの。わざと間違ってるだろう。ほら。いや、そんなに僕と一緒にいたいのね。アガット君ってば可愛い。おぞましいことを抜かすな。お前も信じるなっつろ。はあ、どんどん緊張感が。深刻になるよりいいじゃない。でもお互いさっさと仕事を済ませた方が良さそうね。ああ、そうだな。それじゃあ俺たちは鉱山の方に行ってくるぜ。しばしの別れだ。
さてと、私たちもパーゼル農園に出発しようか。お姉ちゃんのお友達のお家なんだよね。うん、ティオって言って日曜学校からの親友なの。おじさんとおばさんと双子の兄弟の5人家族かな。護衛対象に子供もいるし、気が抜けない仕事になりそうね。それじゃあアイナ、私、よろしくお願い。
見たよ。そこ。あれ、どうしたのお姉ちゃん。あ、うん、前に来た時この辺りに道があった。ミストバルトも久々だから迷っちゃったのかな。Thank you.
Thank you.
みんな止まれ。アストンさん、お久しぶり。久しぶりだね、エッセル君。それにシェラザード君だったか。ギルドの仕事の途中かな。うん、そうだけど、もしかしてロレントを警備してくれる部隊って。あ、私たちだ。ハーケン門からの増援とともにロレント氏を守らせてもらうよ。そっか。本当に助かります。とんでもない。市民を守るのは王国軍の義務でもあるからね。ロレントの状況はどうかな。うん、霧は深くなったけど、昨日みたいに洪水事件は。アストンさん。ああ、ルックのことだね。眠りから覚めないだけで命に別状はないと聞いている。そんなに気を使わないでくれ。でも今はお互い自分の責務を果たすことだけを考えよう。それがおそらくルックたちを助けることにもつながるはずだ。アストンさん。ええ、その通りだわ。アストン隊長、町はよろしくお願いします。ああ、任せたまえ。そろそろロレントだ。到着次第すぐに警備体制に入る。イエスサー。今の隊長さんって眠っちゃった男の子。うん、ルックのお父さん。本当は心配でたまらないはずなのに。強い人ですね。そうね、私たちも頑張らないと。パーゼル農園に急ぎましょう。
ここなら何。ちょっと懐かしいな。それにしてもここもかなりの霧だわ。とりあえずご主人に事情を説明するわよ。まさかこの霧の中配達には行ってないわよね。うん、それはないと思うけど。今のってまさか。知らねえ。急ぐわよ。霧の魔物。ふりー、迷ってる暇はない。撃破するわよ。
でも今のは足止めだわ。早く家の人を探さないと。うん。鍵がかけられてる。別の入り口を探すわよ。完全に読んでいたみたい。刻意の女性ですね。ええ、間違いないわ。エステル、とりあえずベッドに運ぶわよ。部屋に案内して。うん。なんとかベッドに運んだわね。どうしたもんだか。エステル、ショックなのはわかるけど、気持ちを切り替えなさい。でないとこの人たちを助けることなんてできないわよ。でも私が未熟だったから、父さんの足元にも及ばないから、ティオたちをこんな目に遭わせちゃったのかもしれない。今まで散々強気なこと言ってたけど、これじゃただの強がりだよ。こんなことじゃ答えを見つけるなんて、私エステル、シェルザードさん、お姉ちゃん、未熟なのはお互い様よ。私だって先生の足元にも及ばないけど、いつもあがき続けているわ。アガットだって、ジンさんだって、それからカシウス先生だって、みんな力不足を痛感しながら必死になって頑張り続けている。父さんも覚えているでしょ。先生がレナさんの死に際に間に合わなかったこと。でも先生はレナさんの死を乗り越えて遊撃士としての道を歩き始めた。決して立ち止まることなく大切なものを守り続けてきた。王国軍に戻った今もそれは変わっていないと思う。エステル、あんたはどうしたいの？
難しく考えることはないわ。自分の奥底にある素直な気持ちを見つめなさい。答えは出てないけど、それでも私、大切な人たちを守るためにも、自分が未熟だからといって立ち止まってなんかいたくない。ちゃんとわかってるじゃない。ごめんね、シェラネ。なんか私、手間のかかる妹だよね。それもまた姉みおりに尽きるってもんよ。手間のかかる子ほど可愛いって言うしね。見せていただいた気分です。もうでも知らねえ。どうしよう。ギルドに戻って報告したいけど、ティオたちも放っておけないし。そうね、私かあんたのどっちかが残るしかなさそうだけど。その必要はないで。どうもどうも、七王教会のケビンですわ。この前オートで別れたばっかりやのに、こんな早く再会できるなんてな。やっぱ女神のお導きを感じるわ。なんでいきなりケビンさんが現れる。ああ、話は単純でな。昨夜デバイン教区長から昏睡事件についての報告がオートの大聖堂に届けられたんや。そこで聖杯騎士として一丁確かめたろと思ってな。霧だらけの街道を通って今朝ロレントに到着したわけや。でギルドを訪ねたら、エステルちゃんたちがこっちに仕事で行っとるって聞いて。あー、はいはい、大体事情は分かったわ。っていうか全然女神様のお導きなんかじゃないじゃない。バレたか。しかしケビンさん、さっきその必要はないって言ってたけど、どういう意味なの？ああ、姉さんとエステルちゃんのどっちかがここに残るって話や。ここは俺に任せて、二人ともギルドに戻るとええやろ。え？よろしいんですか？これも神父のお仕事ですわ。医術の心得も多少あるし、どうか任せたってください。ありがとうございます。ありがたく、お言葉に甘えさせてもらうわ。みんな、ロレントに戻るわよ。うん、ケビンさん、ティオたちのこと、よろしくね。船に乗ったつもりで任しとき。これも神父の仕事の一つ。ここは俺に任せて、早いとこギルドに戻っとき。
やっと帰ってきたか。どうした、やけに遅かったじゃないか。ええ、いろいろあってね。アガットたちはもう鉱山に行ってきたの？ああ、すでに向こうに連絡が行ってたらしくてな。すぐに出発できたから意外と早く帰ってこられたぜ。ただ帰る途中で奇妙な魔獣が現れてな、そのことを話していたんだ。奇妙な魔獣？霧の中から現れて倒すと消滅する魔獣でね、ムマとも言うべきかな。それってあの魔獣と同じですね。なんだ、お前らのところにも現れやがったのか。怪我はしてねえだろうな。私たちは大丈夫なんですけど。何かあったみたいね。報告してもらえるかしら。ええ。そう、一足遅かったみたいね。罠にかけられたみたいだし。罠？農園に入ったと同時に聞こえてきた鈴の音。待ち伏せしていた霧の魔獣、そして鍵のかかった正面玄関。ギリギリのタイミングでお前さんたちが間に合わないよう計算されたような感じだな。ただの偶然じゃないの？いや、昏睡事件を考えても国威の女はかなり巧妙だ。君たちが護衛する人々をわざわざ先回りして眠らせた。ひょっとしたら挑発してるのかもしれないね。国威の女と言われても心当たりは全然ないし、挑発される覚えはないんだけど。あれ、リッチさん？そういえば護衛でオートまで行ってたのよね。ええ、朝早くに向こうを出てやっと戻ってこられましたよ。それにしても一体何があったんですか？霧の範囲は広がっているわ、町を兵士が巡回しているわ。実は昨日の夕方頃から。うわ、そんなことになってたんだ。まずい時に出かけちゃったな。ううん、定期船が止まっている以上護衛だって大切な仕事なんだし。私たちがそういう仕事を受けている余裕がないからね。フォローしてくれて助かるわ。光栄です。そういえばその鈴の音なんですけど、
それって霧の向こうから聞こえてくるんですよね。ええ、そうよ。何のために鳴らしているのかはっきりしてないんだけどね。そうか、何か心当たりでもあるの？さっきエリーズ街道を通っていた時なんですけど、かすかに鈴の音を聞いたんです。エリーズ街道のどのあたりで聞こえたの？グリューネモンから出て割とすぐだったから。ミストベルトの方ですね。ミストパルト、確かロレント地方の南東に広がる森だったな。最初誰かいるのかと思って聞こえてきた方角に向かって大声で呼びかけてみたんですよ。でも何の返事もないから気のせいかと思っちゃって。僕たちに伝わるのを見越してわざわざ鳴らしたのかもしれないね。挑発ということですか？なめやがって。シェラネ、どうする？そうね、罠の可能性は高いけど飛び込んでみるしかなさそうね。正体に応じさせてもらいましょう。ミス！おう！勝利の美酒ってやつだな。
勝利の美食ってやつだな。はっ！せいや！
出直してきた。
美酒ってやつだな。ってやつだな。無事に目的を達成できたみたいね。何か依頼を達成したらまた報告に来てちょうだい。あら、もう終わりなの？
完全に霧に覆われちゃってるね。ええ、もともと暗くて視界が悪いから歩きにくいことこの上ないわね。気を抜いたらすぐに迷っちまうだろうな。ちゃんとコンパスを確認した方が良さそうだな。